何はは、日本海軍の防護巡洋艦。何は型の一番艦。日本海軍にとって、最初の防護巡洋艦である。艦名は、大阪の古将、何はにちなんで名付けられた。日清戦争時、東郷平八郎艦長の指揮下で活躍した。八百八十四年三月二十二日、イギリス、ニューカッスルのアームストロング社のローアオーカー像戦所で、何はは寄港。 3月27日、日本海軍はイギリスで建造中の軍艦2隻を、何は及び高千穂と命名する。1885年3月10日もしくは3月18日、山品の宮林石の下で本艦は浸水。5月26日、2隻は二等艦と定められる。1886年2月15日、春光。何はは、 開港委員長井上香る大佐の指揮下で日本に開港。同年6月26日、品川に到着した。11月29日、明治天皇及び皇后は横浜港で、何話に上官、横須賀港に行行する。岐路の天皇、皇后は高千穂に上官し、横須賀から横浜に戻った。1887年1月25日、 明治天皇及び皇后一皇は京都行幸のため横浜皇より何羽に上官。1月27日正午過ぎ、天皇皇后は神戸皇で何羽を離れ京都に向かった。2月23日、天皇皇后は竹と横で上官。2月24日午前6時30分に横浜皇に到着した。翌月には、 英称皇太号のお召し館としても使用された。1888年10月15日、横須賀造船所で国産巡洋艦高尾が浸水するにあたり、明治天皇皇后が出席予定だったが、天皇は出席を断念。皇后は横浜港でお召し館、何和に上館、横須賀港に移動して、高尾命名式、浸水式に参加する。浸水式終了後、 再び、何和で、横浜港に戻った。1890年8月23日、本館は、横須賀陳府所館の第一種と定められた。1893年から翌年にかけて、ハワイ革命勃発による、法人保護のため、2回にわたり、ホノルルに派遣された。日清戦争では、豊島沖海戦、航海海戦、大連、旅順、異海へ、 方向と攻略作戦等に参加。1894年7月25日の豊島沖海戦の際に、新国兵役約1200名を輸送中のイギリス戦績棋戦、こう登る号と遭遇し、東郷平八郎大佐は国際法上の手続きを経た後に動戦を撃沈した。1897年4月から9月にかけて、ハワイ移民上陸拒否事件への対処のためホノルルに、 派遣された。1898年3月21日、日本海軍は海軍軍艦及び水雷艇類別標準を制定し、3500トン以上7000トン未満の巡洋艦を二等巡洋艦と定義。該当する旧隻が二等巡洋艦に類別された。同年5月から8月にかけて、米西戦争により邦人保護のためマニラに派遣。 北進事変では1900年より翌年にかけて北進沿岸警備に従事した。日露戦争に際しては第四戦隊の機関として、新川沖海戦、ウルサン沖海戦、日本海海戦等に参加。日本海海戦では被弾し、損傷を受けた。1909年、何和は水深軸の腐食が進み、以降の全力運転が制限された。 1910年10月21日に内報が発せられ、来年4月上旬から警備、測量のために、千島列島、カムチャッカ半島、オホーツク海方面に派遣という内容だった。何和は、その準備のために、修理のほかに、即進儀、即ほど儀などを装備した。他に、片岡湾に無線電信所を建設するために、 適当な場所の選定することも任務に加えられた。1911年4月15日に横須賀軍港を出港、大港、函館、室蘭、根室、四股丹島、江戸ルフ島、その他の千島列島の島を巡り占い、森島片岡湾に5月29日入港した。1912年横須賀鎮守府警備官権測量をだったに庭は、北海道、 カラフトやカムチャッカ半島などでの警備、情報収集、漁業保護、オットセイの密漁取締りなどの任務が与えられ、横須賀を5月1日出港、横須賀機構は9月10日の予定だった。同年6月26日午前11時頃、北千島へ測量機材を輸送中に、ウルップ島沖で座礁して、昇格部分が脱落する。乗組員は夜間になると陸上に避難した。 工作艦、関東、巡洋艦、五福島、スループ、武蔵、九南線、栗林丸の応援により離承に努めたが成功せず、悪天候により7月18日に沈没した。同年8月5日、除籍、官邸類別等級表からも削除された。8月22日に残骸売却の訓令が出され、翌1913年6月25日外従人に、 引き渡された後日、横須賀交渉長坂本一中条を藩市長とする軍法会議が開かれ、本田は罰金700円、何は公会長は罰金400円の判決を受ける。本田は少々進級後、予備役に編入された。日本海軍史第9巻、第10巻の召喚履歴及び官報に基づく。ありがとうございます。